はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、5月7日木曜日、続いて新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通りトルコリラ円から始めまして、メキシコペソ円、南アフリカランド円の順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、ゴールデンウィーク明け早々のね、えー、相場を、まずは昨日のニューヨークマーケットから振り返っていきたいと思いますので、えー、こちらのサイトをご覧ください。 えこちら世界の株価のサイトでございますえ。まずは昨日のニューヨークマーケットダウ平均は前日比マイナス218ドル。 終わり値で23,664ドルというところで、えー、マイナス0.91%というところで、えー、終盤にね、えー、大きく下げてしまったという状況でございます。まあ、えっ、ー、と、プラスマイナスね、ゼロ付近をうろうろしていたんですが、引け間際に大きくね、売られるような形となりまして、まあ、結局はね、1%近い下げだったというところでございます。えー、その流れを引き継いだ、えー、東京マーケット、日経平均ですが、えー、5番に取り戻して、えー、なんとかプラスで終わっております。 前日費プラス55円終わり値で。 1万9674円ということで0.28%の上昇ということでねまあほぼほぼこのゴールデンウィークの大連休は大きくね最終的には変わらずですね大きな動きもあったんですが最終的には変わらない状況だったというところでございます昨日のニューヨークマーケットの下げをね受けましてマイナス圏からスタートしたんですがまあ5番にかけてですねじりじりと値を上げましてまあ5番に入ってからはねほぼほぼプラス圏ということで特にね引け間際はね 弱いところもあったんですが最終的にはプラスでね終わることができたという状況でございますその後のね時間外取引を見ていただきますとさらに値を上げるような形でですね DAO 平均の時間外はプラス263ドル そして、日経平均のね、時間外も215円の上げという形でね、ダウ平均は2万4000ドルに近づいているというところと、日経平均もね、2万円に近づいてきたというところでね、大きく東京マーケット5番のところからヨーロッパ時間にかけて株式相場の方は上げているという状況でございます。 そして、原油相場の方もね、少し昨日は調整したんですが、まあ1バレルね、24ドルぐらいから一気に跳ね上がりまして、1バレル今は26ドル、ミドルというところでね、大きく上昇しているというところもね、まあ為替と株の方のリスクオンにつられて原油の方も上がっているという状況でございます。このようなね、ゴールデンウィーク明け早々のね、相場でございますが、為替の方、新興国通貨を見ていきましょう。こちらをご覧ください。 まずはトルコリラ円でございますが、ちょっとね、今しがた20分ぐらい前からですね、大きく上昇しているというところでございます。まずはトルコリラ円の15分足、右側のチャートですが、約1日の時間軸のチャートとなっております。 15円を、ね、下回ったの、えー、ことは、ねえー、昨日お話しした通りでございますがそこから、ね、ぐいぐいと下げまして移動平均線の下げとともにです、ねまあ、反発しても移動平均線、反発しても移動平均線ということで、ね、一時は14円70銭を割り込むとい,というようなところがニューヨークマーケットの終盤ではあったというところでございます。 まあ、日経平均はね、えー、東京時間はそこまで大きく動かなかったんですが、ヨーロッパ時間に入ってから一旦は14円70銭をね、下回って、えー、安値をね、更新したんですが、一気にね、えー、ここもと、ここもとといいますか、えー、つい先ほどですね、大きく上昇しているというところでございます。 トルコリラの方はね、ちょくちょく上昇する機会がね、えーまあ、2、30ピップスあったというところがありましたが、今までは、えー、あくまでもね、ショートの買い戻しで上がってたというところでございますが、今回もね、一旦は長い上髭をつけて、えー、また戻っているということを考えますと、これもショートの大口の、ね、買い戻しで上がっているというところの可能性も否定できないというところでございます。まあ、勝負どころはね、本当に上昇に向かっているというところであれば、今日の段階でね、やはり15円ぐらいを一気に 上回ってくるというところがあれば上昇トレンドに転換するかもしれませんがこの15円よりか下がでですねしかもこの14円80銭をまた下回って終わってしまいますと結局はねショートの買い戻しという形になってしまいますのでこのあたりはね今日の終値に注目をする必要があろうかなというところでございます。そしして60分足ねご覧いただきましょう 約こちらは、えー、1週間の時間軸でございますまあ、先週のね初、えー、めの方ではまず今までの15円25銭を、えー 下下抜けとととといいいいいううこころろででねそっからさらさに下げが続いていたというところでございます、まあ、地獄のような下げとねお話をしておりますが、じりじりと移動平均線の下げとともにですね、まあ、反発しても移動平均線、反発しても移動平均線ということでね、どんどん下げ続けておりまして、とうとう昨日のタイミングでですね、15円という心理的節目を大きく下回ってですね、最安値を更新したというところでございます。そして今もね、14円75銭でも下げ止まらずですね、 最安値を更新している最中でございましたが一旦は。えー ねこれ30ピプスぐらいですがね、えー、大きく上げているというところでね、えー、これが本物かどうかというのは、やはりね、15円に戻るかどうかというところが、えー、今日の終値で勝負を見ていただければというところでございます。えー、少しね、えー、なんか買いが続いていないような状況でございますが、えー、まだまだ分からないような展開でございますので、ショートの買い戻しなのか、本格的に、えー、ロングが入ってる、買いが入ってるかというのは、15円を一つの目安と見ていただければ分かりやすいかなというところでございます。えー、4時間足見てみましょう。 はいえー、大きく上昇したと言いましてもですね、やはり15円付近に今までね、ひたすら下げておりました移動平均線が、まあ、ちょうど15円付近というところでございますので、まあ、こちらでね、頭を押さえつけられてしまって、えー、下に回ってしまった場合は、やはりショートの買い戻しという状況になってしまいます。ここをね、明確に15円を上抜けていればですね、えー、これから短期的にはまずは、えー、トレンド転換というところでございますが、今すでにね、えー、もう14円80銭を下回っている状況というところになりますと、少しね、 弱いい状況かからのトレンド転換はまだまだだ難しいかなというところでございますどころね、この15円50銭のタイミングだとかね、えー、まあ跳ねてるところはありますが、結局はね、移動平均線を上回ってこれない、結局はね、上がっても上髭で終わってしまうというところであればですね、まだまだ下げは続くような状況かもしれませんが、まあ、今のところね、あまり変な動きはせずにですね、しっかりと様子見をしていただいて、まあ、頭と尻尾はくれてやれというところで、まあ、大きくね、15円を回復してから、 もし、ね、ロングを組むんであれば、えー、上げトレンドが見えてから参戦していただければという状況でございます。参考にしてください。はいえー、以上でトルコーリーラインを終わりまして、えー、続いて、ねえー、メキシコペソインに移っていきましょう。 はい、トルコリラとは違いまして、メキシコペソ、そして後からお話しします南アフリカランドに関しましては、えー、短期的には、ね、少し反発が入っているという状況でございます。まあ、一つの、ね、目安としては、原油相場が、ねえー、好調だというところもメキシコペソの反,落、えー、反発につな、ねえー、がっているという状況でございます。 昨日のね、動画解説のタイミングでは、4.4、まあ、円付近をね、うろうろしていたというところでございますが、そちらね、ニューヨークマーケット下げましたので、こちら4.4円も割り込んでしまいまして、下がってくる移動平均線にレジスタンスを食らっていたというところでございます。4.3円ぐらいまでね、近づいていったというところで東京マーケット始まりますが、まあ、東京マーケットね、下げしぶったところから、まあ、上げに、ね、転換したことによって、今までの移動平均線のレジスタンスにね、とうとう上抜けたというところで、 まあ4.35付近でサポートを受けたことからですね今度は移動平均線が右肩上がりに変わりましてしっかりと移動平均線の上側でですねサポートを受けるような形で今は4.44を回復というところでございますこれはねトルコリラだけ弱いような状況が続いておりましてメキシコペソ南アフリカランドの方はいつもね反発するときはしっかり反発するという状況ですね そして、60分足、1週間の時間軸をご覧いただきますと、前回はね、4.3円のところで、1回、2回、3回耐えてですね、サポートが入ったという状況でございますが、今回は4.3円よりか若干上側でですね、サポートが入ったというところでございます。 まあ、明暗がね、非常にわかりやすく出ておりまして、移動平均線が右下下がりの下げのターンの時はですね、移動平均線よりか下側でね、平均足のチャートが、まあ、レジスタンスを食らっているというような状況でございました。それでね、上げのターンに関しては移動平均線が右肩上がりになりまして、その上側でね、平均足のチャートが位置するというところでね、今回は、一旦は移動平均線を上回りましたので、こちらでね、一旦は調整するかもしれませんが、 これから移動平均線が上向いていきますので、その上側で推移して、まあ、調整してもね移動平均線を割り込まずに陰線から要線になれば、ですね前回の高値の4.475、そして4.5円をね目指す可能性が出てくるというところでございますので、もしねロングを取るのであれば、しっかりと押し目をつけたところ、移動平均線よりか上側で陰線から要線に平均足のチャートが切り替わったところでですねロングを組むという形でよろしいかと思います。ただね単純に 陰線が出たからね、押し目だろうと思ってね、だろうと思ってロングを取ってしまいますと、そのまま平均足のチャートがね、陰線が続いて移動平均線を割り込んでしまうということもあるかもしれませんので、やっぱりね、そこはしっかりと反発を確認できてから、しかも移動平均線の上側でという条件がつきますので、そのあたりはね、勘違いしないように、ただ押したからといってロングを組むという形ですと、そのままね、サポートが入らないという形もありますので、あくまでも移動平均線よりか上側で、 トレンド転換というところを、ね、意識していただければというところでございます。4時間足見てみましょう。はい、4時間足ね、よく見ていただきますと、前回、前々回ですかね、4.3円から4.5円、そして前回は、ね、4.3円から4.475ですね。ということでね、どちらかといえば三角フラッグに近づいてきているということでございます。 まあこんなようなね、上根が落ちてきまして、下根の方はね、若干ではございますが、こんなような形でしょうかね。こういった形で、徐々にね、ボラティリティが下がってくるという形になりますと、そろそろね、この三角形がまあフラッグ、旗のような形になってくると思うんですが、この先っちょの方まで進んでいきますと、上方向に抜けるか、下方向に割り込むかというところでトレンドが出てくるというところでございます。よってですね、まだ積極的なポジションを持つというところよりもですね、最終的にはこの三角フラッグが完成 してどちらかに大きく抜けた方向にねトレンドが出てくるという形でございますのであくまでもまあ4時間足で見た場合ですと積極的なポジションを取るところよりもですねあくまでもこの三角形の範囲内でですね動くことを仮定してあくまでも少し調整が入っても、まあ、あまり欲張らずにですねロングの利益確定をしていただくということが必要かもしれませんそういったところはね注意をしていただければと思いますしまだまだこの4.3円を明確に下回ってしまいますと一気に下方向にね 下げて最安値のね4.2円に近づくという可能性もありますのでそのあたりの、えーまあ、最安値付近というところもね注意をしていただきながら、えー、ロングはね慎重にかつ利益確定もねある程度近いところでやっていただければと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上でメキシコペソ円を終わりまして最後に南アフリカランド円を見ていきましょう はいえー、南アフリカランド園も15分足で、ね、ご覧いただきますとほぼほぼ、えー、メキシコペソ園と同じような動きをしております。 昨日の動画解説のタイミングでは5.75付近をね、うろうろしている高根県でございましたが、ニューヨークマーケットの下げとともにですね、リスクオフが続いておりましたので、ずんずん下げまして、5.65付近までニューヨーク時間は、ね、下げたというところでございます。そして一旦5.65を下回ったんですが、東京マーケットに入ってからは反発ということで、移動平均線を突き破ってですね、移動平均線の付近でまたサポートを得ることができまして、移動平均線が右肩上がり、その上側で 平均足足ののチャーーートトががすするとといいいうう形にになりまましたたででで15分足ベースでは短期的にサポートが入ったという状況でございますそして、60分足でご覧いただきますと、こちらもね移動平均線の右下下がり、右肩上がり、そして右下下がりという形でね波の方が非常に分かりやすいという状況でございます。下げトレンドの時はですね右下下がりの移動平均線に対して平均足のチャートが下側、そして上昇トレンドのね移動平均線が右肩上がりの場合はこちら上側と。 という形でございますが、今回ね、明確に移動平均線を上抜けまして、一旦はね、ちょっと押されるかなと思ったんですが、しっかりとここをね、V 字回復しまして、ボリンジャーバンドの上限を刺激しているというところでございます。こちらもね、一旦下げたところで5.7円か、もしくはこの移動平均線がね、これから上がってきますので、この上側で陰線から陽線になったら少しばかりロングが取れるかなというところでございます。ただこちらもですね、5.6円という史上最安値、ね が近づいているものですから一気にここからねストンと落ちてしまいますと今までのここのたりでねロングを組んだ方々が一斉に投げますのでやはり安値付近というところで積極的なロングというのはあくまでもこの移動平均線よりか上側で陰線から要線に切り替わった時のみというところでね陰線のままロングを取ってしまいますとそのまま下げ止まらなかった時にはですね再安値を抜けて一気に下方向にね走るというリスクがありますのでこのあたりは十分に注意が必要というところでございます。 まあえー、これぐらいのね、えー、少しばかりの、えー、利益を取るんであればまあ、様子見をしておいた方がよろしいかなと個人的には思いますが、えー、とはいってもね、えー、底根券ぐらいで取りたいという方もいらっしゃいますので、まあ、そういった方々はですね、えー、5.6円付近では、えー、損切りの注文を出していないと、えー、ここを破った時にはね一気にした方向に走ってしまいますので注意が必要ですのでロングを組む場合には損切りラインは絶対に設定していただくという形で、えー、お願いいたします。し見てみましょう はいえー、4時間足の方もですね、史、え、上、ー、最安値の5.6円で、えー、しっかりサポートが入っているというところでございますが、こちらも同じく三角フラッグの、えー、様相を呈してきているというところでございます。 まあこんな形でね、上値の方は抑えられつつもですね、下値の方は若干上げつつも、こんなような形というところでございますので、これでね、ボラティリティが小さくなってから上方向にはみ出るか、下方向に底割れするか、こういったところでね、最終的にトレンドが出てくるというところでございます。もちろんね、上方向に行けばロングが取れるかなとは思うんですが、下方向ね、この5.6円が史上最安値ということを考えますと、やはりこの辺りね、ロングを取る場合はですね、必ずも、必ずね、5.6円付近での 本切りラインとといいいううのは入れていただくという形で、えー、ロングを組んでいただくという形でございますし、えー、また重ねてね、えー、お話をしますが、まあ、どうせ取れてもね、えー、まだ短期的には5.8円とかね5.9いくかどうかというところでございますので、まあ、そういったところでは積極的なね売買よりも様子見をしておいた方がよろしいかなと個人的には思いますので、まあ、皆さんのね考えと照らし合わせてポジションを取っていただければというところでございます。 はい。以上でね、新興国通貨3兄弟の解説を終わります。そしてね、明日は、とうとうね、5月の雇用統計ということで、ちょっとね、こちらの事前の予想だけ見て終わりにしましょう。はい。こちらがですね、明日のアメリカ雇用統計、5月8日金曜日の21時30分でございます。 前回の、まず4月の失業率でございますが、4.4%、あ、これがごめんなさい、3月の失業率ですね、前回ですので、4.4%という形で、まあ一気にね、3.5%ぐらいから失業率が上がりつつある。そして今回のね、予想がなんと16%ということでね、かなりの失業率が、まあ、増えているというところでございます。 そして驚くべきことは、非農業部門の雇用者数に関しては、前回がね、マイナス70万人というところから、一気にね、2100万人という形でね、日本の労働人口の3分の1ぐらいですね、こういったところが一気に減ると、労働市場から一回失業しているというような状況でございますので、かなりカードル、ハードルの方は低いかなという状況でございます。 ということでね、明日の雇用統計、もしかしたらこのね低いハードルよりも良かった場合にはですね株式相場一気に跳ね上がるとかドル円相場が上がるというところもね想定できますのでちょっと今回の雇用統計ではねあまり大きなポジションを持っておきますと大きく触れた時にはねロスカットされてしまうそしてスプレッドが開いてしまうということもねあり得ますのでちょっとこのあたりで積極的なハイレバレッジで新広告通貨のトレードをしちゃいますとね 雇用統計アメリカの雇用統計とは言っても影響を受ける可能性がい、えー、高いというところでございますので注意をしていただければというところでございます。 はい、えー、ではね、長くなりましたが、新興国通貨3兄弟を以上といたします。えー、今回の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃればですね、えー、こちらのいいねボタンやチャンネル登録、そして Twitter のフォローしていただければ、私のモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。えー、今回は以上です。えー、ゴールデンウィーク明けのお仕事お疲れ様でした。えー、そしてね、えー、今日の夜と明日、えー、またトレード頑張っていきましょう。バイバイ。